一番大学で男の後輩と女の先輩が話しています。男の後輩は明日どんな服装で行きますか先輩、明日の研究発表会のことなんですけど、服装はやっぱり先生方もいらっしゃるし、スーツがいいですよね。うーん、そうだね。別にスーツって決まってないけど、 きちんとした服装の方がいいと思うよ。そうですよね。実は一昨日スーツのジャケット汚しちゃって、今、クリーニングに出してるんです。ズボンはあるんですけど。ああ、そうなんだ。それなら、上はワイシャツだけでいいんじゃない去年もみんな、そういう服装だったと思うよ。そうですか。よかった。そうします。あ、それから、ネクタイするの、忘れないようにね。はい、わかりました。 ありがとうございます男の後輩は明日どんな服装でいきますか二番 大学のアルバイトの説明会で係の人が話しています。アルバイトをする人は明日何を持ってこなければなりませんかえー、それでは今から明日のアルバイトについて説明します。明日は主に荷物を運んでもらいますので動きやすい服装で来てください。手袋はこちらで用意しますが、 汗を拭くタオルは自分でご用意ください。明日も暑くなりそうですし、この仕事は結構汗をかきますから忘れないようにしてください。それから給料は後から振り込みますので、今から配る書類に必要なことを書いて、明日忘れずに持ってきてください。アルバイトをする人は明日。 何を持ってこなければなりませんか三番女の学生と男の学生が話しています男の学生は何を手伝いますか 今度の日曜日、新しい本棚を買いに行こうと思ってて、ちょっと手伝ってほしいんだけど。うん、いいよ。悪いんだけど、本棚を車に乗せて、うちまで送ってもらえないもう買うものは決まってるから、店であれこれ選ぶ必要はないんだけど。でも、本棚車に乗る自分で組み立てるタイプだから、乗ると思うんだ。それならいいよ。組み立てるのも手伝おうか ありがとう。それは大丈夫。そんなに難しくないみたいだから。組み立てた後、ペンキを塗ったりして自分だけの本棚を作りたいんだ。そっか。じゃあ、日曜日よろしくね。男の学生は何を手伝いますか 4番男の人と女の人が話しています。男の人は今晩よく眠れるように何をしますか最近よく眠れないんだ。ベッドに入ってもなかなか眠れなくて、どうしたらいいんだろううーん、もしかしてストレスかもよ。最近仕事忙しいんでしょ寝る前にどんなことしてる 好きな音楽を聴いてるけど。好きな音楽ってロックだよね。それじゃあ眠れなくなるよ。なかなか寝られない時は温かいミルクなんかいいって。牛乳はちょっとね。そう。ああ、それから寝る前にぬるめのお風呂にゆっくり入るのがいいって聞いたけど、今日やってみたらどううん、早速やってみるよ。それから、 軽い運動をするのもいいって聞いたよ。でも、忙しくてそんなことする時間ないね。うん。運動は仕事が落ち着いたら始めてみるよ。男の人は今晩よく眠れるように何をしますか 5番携帯電話で妻と夫が話しています夫は何をしなければなりませんかもしもし今うちあもうすぐ着くよ今日うちに帰るの7時ぐらいになりそうなんだそれでお願いがあるんだけどうん何あのねクリーニングに出してる服を取りに行ってもらえる 私のシャツとあなたのスーツ。ああ、今取りに行ってきたところだよ。あ、本当じゃあ、スーパーで買い物しといてほしいんだけど、えー、っと、人参と卵。今日の夕食を作るのに必要だから、お願い。わかった。それから、犬の散歩は私がするからいいよ。運動になるから。うん、わかった。 夫は何をしなければなりませんか六番大学で女の後輩と男の先輩が大学のお祭りの準備について話しています 女の後輩は、今日、何を準備しなければなりませんか明日のお祭りでやる店の準備、今日中にやっといた方がいいこと、まだありますかえっと、野菜とか焼きそばの材料は、明日の朝、佐藤くんたちが持ってくることになってるし、紙の皿も一緒に買ってきてくれることになってるから、もう買わなきゃいけないものはないね。はい。あ、 明日、紙の皿とか荷物を入れておく段ボール箱が必要だね。駅前の八百屋さんから今日中にもらってきてもらえないはい。それから、他に必要なものは電卓とお釣り用の小銭だね。電卓はうちにあるのを持ってくるからいいんだけど、僕、この後銀行に行く時間がないんだよね。悪いんだけど、お金渡すから今から銀行に行って100円に両替しておいてもらえる銀行は3時までだから、 よろしくね。わかりました女の後輩は今日何を準備しなければなりませんか ?1 番。 女の人と男の人が話しています。雑誌に載った写真はどんな写真ですか 山田さん、写真を撮るのが趣味だそうですね。いつもどんな写真を撮っているんですか景色を撮ったり、庭で遊んでる子供たちを撮ったり、いろいろだよ。あ、僕の写真、この間雑誌に載ったんだよ。わあ,あ、すごいですね。どんな写真ですか夏休みに子供を連れて森山自然公園に行ってね。花がとっても綺麗だったから、それを撮ろうと思ったんだけど。ああ、 あそこは池の周りの花が有名ですよね。うん。だけど行ってみたら池に見たことない珍しい鳥がいてね、それを取ったんだよ。あ、あの池は魚がいるから、魚を取りに来たのかもしれませんね。ああ、そうか。雑誌に載った写真はどんな写真ですか 2>, 2番男の学生と女の学生が話しています。男の学生はどうしてサッカーの試合が見られませんでしたか 僕、ののサッカーの試合見られなかったんだずっと前から楽しみにしてたのになあえっそうなのあレポートの宿題に追われてたレポートはずいぶん前に終わらせといたんだけど昨日アルバイト先から電話があって急に具合が悪くなって休んだ人がいるから代わりに来てほしいってそうなんだ夕方バイトが終わってからすぐにうちに帰れば間に合うはずだったんだけど 帰りの電車の中で昔の友達に偶然会っちゃってせっかくだからどこかでご飯でもってことになったんだああそうだったんだ男の学生はどうしてサッカーの試合が見られませんでしたか 3番。料理教室で男の人と受付の人が話しています。男の人はどのクラスに入ることにしましたか すみません。こちらの料理教室に入りたいんですけど、どんなクラスがありますかはい。和食クラスと洋食クラス、それぞれ初級と中級のクラスがあります。初級クラスは料理の経験がない方のためのクラスで、中級クラスは少し難しいお料理にチャレンジするクラスです。あの、失礼ですが、お客様は普段お料理をなさいますか たまにしてます。ハンバーグとか洋食なら少し。それでは、中級クラスはいかがでしょうか洋食の中級クラスは人気がありますよ。あ、でも、和食が作れるようになりたいな。基礎からやりたいんで、初級で。普段料理されているなら、お客様には優しすぎるかと。中級クラスの方がいいんじゃありませんかいや和食は自信ないんで。そうですか。 わかりました男の人はどのクラスに入ることにしましたか四番。大学で 新入生の男の学生と女の学生が話しています。男の学生はどうしてこの大学を選びましたか 明日も明後日もテスト。レポートは今週まで。ほんと、毎日忙しいよ。ここは、外国語を専門に勉強する大学だから、厳しいのは当然だよ。でも、こんなに勉強できる環境はすごいと思うよ。僕、外国語大学がこんなに大変だと思わなかったから。えなんでここに入ったの僕の尊敬する人がここの出身で。 高校の時の担任の先生なんだけどね。で、憧れて。そうだったの。熱心に勉強してるから、外国語の勉強が好きで入ったのかと思ってた。言語に興味を持つようになったのは、大学に入ってからだよ。本当に毎日大変だけど、今はやっぱりここに入ってよかったって思ってる。 男の学生はどうしてこの大学を選びましたか五番ラジオで男の人がある喫茶店について話しています。 男の人がこの店をよく利用しているのはどうしてですか 僕はある喫茶店にもう20年近く通っています。ジャズの音楽が流れる美味しいケーキが自慢の店です。ジャズにも甘いものにも興味のない僕ですが、通うのにはもちろん訳があります。店のご主人が話し上手で、いつも楽しい話を聞かせてくれるんです。ああ、ご主人の趣味が登山だから、店には山の本がたくさん置いてあって、 それを楽しみに来る人も多いみたいなんですけど僕はそんなわけでその店に通い続けています男の人がこの店をよく利用しているのはどうしてですか 6番電車の中で放送を聞いています。桜駅へ行く人はどこで乗り換えますか桜駅です。 皆様、本日も緑鉄道のご利用をありがとうございます。この電車は特急緑山行きです。途中止まる駅は東駅、西駅です。終点緑山駅には11時到着の予定です。途中止まらない北駅、桜駅へおいでになるお客様は、次の東駅で各駅停車緑山行きにお乗り換えください。 桜駅へ行く人は、どこで乗り換えますか一番スーパーでアナウンスを聞いています。 毎日24時間営業のスーパー山田へのご来店ありがとうございます来週1週間は毎日朝10時と夕方4時からそれぞれ1時間ずつセールを行います商品は毎日変わりまして1日目来週月曜は朝は野菜夕方は果物です火曜日から日曜日についてはチラシでお知らせします 毎日休まず営業いたしますので、皆様どうぞご来店ください。何についてのアナウンスですか ?1 営業時間が変わること 2, 2営業日が変わること三。3> 3 今日のセール4来週のセール 2>, 2番女の人と男の人がお茶について話しています日本茶ってよく飲む日本茶 食事の時にたまに飲むこともあるけど。昨日テレビで見たんだけど、日本茶にはビタミンとかが入ってて疲れを取るのにいいんだって。そうなんだ。じゃあこれからできるだけ飲むようにしよう。疲れが溜まってるし。疲れてる時は暑い方がいいらしいよ。温度も関係あるんだね。それから甘いものを食べた後に飲むと虫歯も防げるんだって。そうなんだ。いいこと聞いた。 女の人はお茶についてどんなことを話していますか 1, ?1 お茶と食事の関係 2, 2お茶の効果3お茶に入っているビタミンの量4美味しいお茶を入れるお湯の温度 3番テレビでアナウンサーが男の人にインタビューしています。山田さんは普段日本料理用の包丁を作っていらっしゃいますが、西洋料理にも詳しいそうですね。いや、西洋料理の料理家から食事の時に使うテーブル用ナイフを注文されることもありまして、そのためには西洋の料理を知らないといけないと思って少しずつですけど勉強してます。 そうですか。包丁とテーブル用ナイフは随分違いますからね。何をどう切るのか、そういうことを知る必要があるんです。なるほど。食べ方も重要なんですね。人によってナイフの使い方が違いますから、そんなことも観察するために西洋料理店に行ったりします。海外にも行かれるんですかはい。自分で情報を集められるように、外国語も勉強しています。わあー。 すごいですね。男の人は何について話していますか ?1。日本料理用の包丁を作る理由。<S 2, 2。いいナイフを作るためにしていること。3。 西洋料理と日本料理の違い。4。西洋料理の正しい食べ方。1番。1> お客さんを工場の中に連れて行きます。何と言いますか これからお伺いします 2> 2ではご案内しますこちらを見学させてください 2>, 2番「2> 道で」。 前を歩いている人のマフラーを拾いました。何と言いますか ?1、1> マフラー落としましたよ。2>, 2、マフラーが置いてありますよ。3、マフラーを忘れてしまったんですか 3番。後輩が郵便局へ行きます。他の書類も郵便で送ってほしいです。何と言いますか ?1。1> この書類持ってってあげようか 2>, ?2。これもついでに出してきてくれない ?3。こっちの書類も一緒にお願いしない 4番、飛行機の中です。ペンを使いたいですが、持っていません。何と言いますか ?1、1> よかったらペンお貸し,しましょうか。2、すみませんが、ペンをお使いください。3>, 3、あの、ペンをお借りできますか 1一番、コンビニに行くけど、なんか買ってこようか ?1、じゃあ、ジュース頼むよ。2、2> ついでにお弁当買ってくるよ。3>, 3、悪いけど、今はいけないよ。 2番、今日の昼食は私に払わせてください。1、別々に払うんですか <S ?2, 2、え、いいんですか ?3、カードでもいいですか 3番雨、やみそうにないですね。午後から晴れると思ったんですけど。1, 1本当、晴れて良かったですね。2もうしばらく降るでしょうね。3, 3あ、もうやんだんですね。 4番。わあ懐かしくないこの公園。1。え、もう忘れちゃったんだね。2。2> 初めてだから感動した 3>, ?3。昔、ここでよく遊んだよね。 5番、あ、急がなきゃ、コンサート間に合わなくなるよ。1、1> 急がなくて大丈夫 2>, ?2、ああ、間に合ってよかった。3、あ、大変、走ろう。 6番、バイト早く終わったし、どっか寄ってかない 1>, ?1、ごめん、今日はまっすぐ帰る。2、2> 忙しいなら仕方ないよ。3、早く終わったらいいね。 7番。あ、山田さん。今持ってるそのパソコン、課長が使うなって。1。1> じゃあ、課長にそう言っておきます。2>, 2。それじゃあ、使わせてもらいます。3。えなんでいけないんですか 8番、今朝いただいた書類のことで確認したいことがあるんですが。1、はい、どんなことでしょうか。2>, 2、もう書類はいただいてますが。3、3> 今日中に確認しておきたいんです。 9番。この店のラーメン、これで一人分こんなに食べらんないよね。1。1> 確かにすごい量だね。2。ちょっと少なすぎるよね。3>, 3。じゃあ、一人で食べたらどう